ヤシン・ペリバンは、オーストリア・ウィーン出身のサッカー選手。チャイクルリゼスポルに所属している。ポジションはボランチ。オーストリア国籍のみならず、トルコ国籍も保有している。13歳の頃に、オーストリア・ブンデスリーガに所属する、SK ラピード・ウィーンの育成部門へ移籍。18歳で、セカンドチームへ、19歳で、トップチームへの昇格を果たした。 当時の U18 チーム及びセカンドチームでのチームメイトには後にイングランドプレミアリーグのアストンビラ FC に引き抜かれるアンドレアス・バイマンらがいた。2009年2月22日の FC レッドブル・ザルツブルク戦でオーストリアブンデスリーガでの初出場を果たした。2009年12月には都と最優秀新人賞を受賞した。UEFA ヨーロッパリーグでは ドイツブンデスリーガのハンブルガー SV を相手に3から、0で、イングランドプレミアリーグのアストンビラ FC を相手に3から2で勝利を収めた試合などで、中盤の守備を強化する、中心選手として、SK ラピードウィーンの躍進の原動力となった。2011年の夏、本来ならばまだ、SK ラピードウィーンとの契約を2年間残していたが、トルコ系オーストリア人である本人は、 両親の故郷でプレーしてみたいとの希望もあり、当時スユペルリーグ4位の高成績を残していたガズイアンテプスポルト5年契約を結んだ。2013年の夏以降は同じくスユペルリーグに属するブルサスポルトカエセリエル・ g s スポルでプレー。給料未払いなどもあり、2015年6月の時点で無所属になった。2015年8月からはボランチのボランチで怪我人が続出していた。 FC レッドブルザルツブルクと一年契約を結び、オーストリアブンデスリーガで優勝した。闘争心あふれるプレーと、豊富な運動量を土台としたアグレッシブな守備と、ボールダッシュ能力、1対1の強さなどが高く評価されるボランチ。ボールを奪った後は素早く、シンプルに攻撃の選手にボールをつなぎ、自らは中盤の底で守備を整えながら、チーム全体のバランスを取るケースが多い。 20歳ですでに A 代表デビューを果たしていたが、同じポジションに代表で、セントラルミッドフィルダーのポジションでプレーする、ダビド・アラバやユリアン・バウムガルトリンガー、ズラトコユヌゾビッチ、シュテファン・イルザンカーラがいるため、2012年以降は、長い間召集されていなかったが、2015年6月に代表に復帰した。ありがとうございます。